今12時ちょっと過ぎの鐘が鳴ったところです。モン・サン・ミッシェルの要は修道院の中に来て、そこからのベランダみたいなとこから外を眺めてます。最高の眺めですね。もうカモメが干潟ということでいっぱい鳴いてますね。フランスの、湿原というところでしょうか。確かここの湿原で育った牛かなんかは非常にその牧草がいいせいか少し味が違って美味しいと聞いたことがあります。本当にいい眺めですね。ちょっともう少し先に行けるんで降りてみましょうかね。雨か雪が降った後で、地面がぬかるんでます。それもなかなか情緒があるというもんじゃないでしょうか。ここが先端ですね。ここに行ってみましょう。見張り台というところですかね。昔は要塞としてもやってたと聞いてます。島がありますね。カモメたちもいっぱい飛んでますね。見失いました。Thank you.